皆さんこんにちは。榊原ルミさんは芸歴60年以上のキャリアを持つ日本を代表するベテラン女優です。榊原ルミさんは映画監督の鈴木純一さんと結婚しました。しかし2010年にある出来事が起こります。天真爛漫なイメージとは異なり、榊原ルミさんの人生は2度の結婚や2010年の事件、さらには芸能史上最悪とも言われる長年にわたるストーカー被害など波乱に満ちたものでした。今回は榊原ルミさんの波乱に満ちた人生についてまとめてみました。榊原ルミさんは1951年3月5日生まれ、東京都渋谷区広尾の出身です。幼少期の頃から雑誌モデルや俳優として幅広く活躍していました。小さな顔に大きな目、抜群のスタイルに大人気となり、清純派女優としてヒット作に恵まれました。榊原ルミさんは当時お嫁さんにしたい女優ナンバーワンと言われており、多くの男性ファンを獲得しました。その人気はアイドル並みの人気だったのです。また一部では熱狂的なファンも存在するようになりました。榊原ルミさんのジップである榊原周作さんは芝浦工業大学の名誉教授です。榊原ルミさんの出身は東京都渋谷区広尾と高級住宅地であり、生まれながらのお嬢様だったようです。お父様である榊原周作さんと榊原ルミさんの関係性や家族構成、子供の頃の詳しいエピソードなどは残っておりませんでした。しかし榊原ルミさんがすでに71歳の高齢ですので、お父様は老後の生活をゆっくり送られているのかもしれません。榊原ルミさんは昭和を代表する若手俳優として映画やテレビドラマなど多くの作品に出演しています。誰もが知っている名作シリーズから榊原ルミさんが女優人生をかけて臨んだ名作まで様々です。当時はその可愛らしいルックスに多くの男性ファンを魅了していました。現在榊原ルミさんも71歳を迎えましたが、未だ変わらない大きな目と可愛らしいルックスは健在です。1979年に旅行代理店に勤務する一般人の男性の松下助夫さんと結婚しましたが、1999年に19年間の夫婦生活を終えて離婚しています。松下助夫さんは1948年生まれで奈良県天理市の出身です。松下助夫さんは欧日協会スイス代表、欧州エキスプレスチューリッヒ支店長を経験し、株式会社欧州エキスプレス代表取締役を務めるなど、世界で活躍するビジネスマンだったことが明らかになっています。榊原ルミさんは20歳を迎えた頃から人気が上昇し、多くの作品に出演されていました。大変多忙だった中、松下助夫さんとの結婚に踏み切った理由には、俳優よりも一人の女性としての幸せに憧れていたのかもしれません。榊原ルミさんは1981年1月16日に待望の女の子を出産しました。お子さんは娘さんが一人です。現在娘さんは俳優をしており、お名前を松下めぐみと言います。松下めぐみさんは1981年1月16日生まれ、東京都渋谷区の出身です。趣味がピアノ、声楽、書道、日舞と榊原ルミさん同様に大変なお嬢様だったことがわかります。また大きな目と抜群のスタイルは母親譲りだと思われます。しかしまだ結婚はしておらず独身です。2005年まではホリプロに所属しており、2001年から2005年までは母親の旧姓である榊原めぐみで活動していました。以降は松下めぐみに改名し、母親と同じ東映マネージメントに移籍しました。親子仲は抜群だそうです。現在榊原ルミさんと松下めぐみさんは芸能界でも大変仲が良い親子だと有名です。洋服をシェアするくらいに仲良し親子なのです。2019年4月6日から公開された松下めぐみ主演、義父にあたる鈴木純一監督作品アラフォーへの挑戦アメリカへでの舞台挨拶では榊原ルミさんも一緒に登壇しました。しかしこの舞台挨拶で榊原ルミさんは
娘である松下めぐみさんが結婚しないことを嘆いて会場を沸かせました。松下めぐみさんも毎日結婚しろとうるさいとややご立腹な様子でした。さて、榊原留美さんは結婚して間もなくご解任され、とても順調な夫婦生活のように感じられていました。榊原留美さんは俳優業の傍ら良き妻、良き母親として家庭を大切にしていました。芸能界の中でも元旦那との間柄は大変評判が良く、離婚時には多くの関係者が驚かれたとのエピソードがあります。なぜ二人は離婚を選択したのでしょうか。真相に迫ります。芸能人の離婚ということで世間で大きく騒がれることを考えると、娘さんが多感な時期の離婚を避けたのではないかという見方や、娘さんの進路に影響を及ぼさないように考えた結果、19年間夫婦生活を続けていたのではないかなど、さまざまな憶測が広まりました。また結婚しても榊原留美さんの実家で生活をされていたことが明らかになっています。元夫の松下輔夫さんは海外での仕事が多く、榊原留美さんも女優として大変多忙だったことから選んだライフスタイルだったと考えられますが、これらの話から仮面夫婦との噂が広まったと思われます。ちなみに松下輔夫さんが奈良県天理市の出身であることから、榊原留美さんが天理教と関係があるのではないかとの噂がありますが、全く関係はありません。その後2001年に榊原留美さんは映画監督の鈴木純一さんと再婚し、ロサンゼルスに移住しました。榊原留美さんの現在の夫である映画監督の鈴木純一さんとはどのような人物なのでしょうか。鈴木純一さんは日本映画の監督、プロデューサー、脚本家をマルチにこなす人物です。東京大学文学部を卒業しています。日活で助監督として勉強し、日活ロマンポルノで監督デビューを果たしました。他にも海外青年協力隊で活動した経験もあります。鈴木純一さんは榊原留美さんと1年の同棲生活を送り、2001年に入籍しました。入籍直後に映画一人ねの制作を行っています。榊原留美さんが離婚と再婚を経験し、女性として得た成熟した色気を表現するために夫婦で挑んだ挑戦作となっています。また榊原留美さんの実の娘である松下めぐみさんと鈴木純一さんは再婚前から縁がありました。榊原留美さんが離婚する以前の1997年に松下めぐみさんが鈴木純一監督作品である映画コスモスに出演しています。榊原留美さんと鈴木純一さんは2001年の一人ねの撮影後にロサンゼルスに移住しました。もともと鈴木純一さんは海外でも活動をしており、30カ国もの国で映画制作やプロデュース業を行っていた経歴の持ち主です。榊原留美さんと鈴木純一さんはロサンゼルスを拠点とし、夫婦二人三脚で日本映画におけるセールスエージェンシーやプロデュース業に取り組みました。2010年、榊原留美さん夫妻が移住したロサンゼルスである出来事が起こりました。夫婦が乗っていた自動車が自損事故を起こし重傷を負ってしまったのです。当時鈴木純一さんが運転していたそうです。二人は取材のためロサンゼルスからラスベガスに向かっていた最中でした。その道中で車が何かを踏んだ弾みでハンドルが大きく左に切られてしまい、その拍子にガードレールにぶつかり車が2回横転しました。榊原留美さんは後部座席に乗車しており、きちんとシートベルトを着用していたそうです。そのためガードレールへの接触や横転時の衝撃も少なく、全身打撲と指を骨折する程度で済み、命に別状はありませんでした。一方運転していた鈴木純一さんは命の危険にさらされるほどの重傷を負いました。右耳上頭部を切っており、多量の出血があったほか、あばら骨4本を骨折、肺打撲などの重傷を負いました。鈴木純一さんはこの時の事故の記憶がなく、同乗していた榊原留美さんが通報し、ヘリコプターで病院へ搬送されたそうです。榊原留美さんは後のインタビューにて、意識がなく出血多量の鈴木純一さんを見て絶望的な気持ちになったと当時を振り返っています。
以前はアイドル並みの人気があった榊原留美さんでしたが、実は長年ストーカー被害に苦しんでいたことをテレビ番組で告白し話題となりました。ストーカー被害によって大きく人生を狂わされたと言っても過言ではありません。榊原留美さんが受けた壮絶なストーカー被害について調べてみました。榊原留美さんが2014年に放送されたテレビ番組爆報ザ・フライデーにて告白しました。その被害は芸能史上最悪だったと言われています。執拗に追いかけられる日々は次第にエスカレートし、逮捕者が出るほどの事件と化していったのです。榊原留美さんがストーカー被害に遭い始めたのは1971年からになります。榊原留美さんの当時の人気は現在の女性アイドル以上だったようです。携帯電話も普及しておらず、自宅の固定電話も特定されやすい時代だったため、自宅にファンからの電話がかかってくることも珍しくなかったそうです。始まりはファンからの一本の電話でした。月1回だった電話が1日何十回とかかってくるようになったのです。日々エスカレートしていくファンの暴走はとうとう家にまで押しかけてくるようになりました。1973年3月に行われた誕生日イベントにて握手会を行っていた中、先を尖らせた鉄パイプを持った男が乱入し、ルミは俺のものだと暴れました。ファンが警察に通報しており、その場で警察官に取り押さえられ逮捕されました。後に鉄パイプ以外にもナイフを持っていたことも明らかになっています。また1976年には舞台や番組など多くの現場でルミを出せ、出さないと爆弾を仕掛けるとの脅迫が相次いだのです。壮絶なストーカー被害に遭っていた榊原留美さんでしたが、自分を支えてくれる男性と出会い結婚を決意したのです。榊原留美さんは一度目の結婚前にストーカーから出産したら子供に気をつけろと脅されていました。1981年に長女を出産しましたが、ストーカーからの言葉が頭から離れず、子供の誕生を素直に喜べないほど怯える毎日だったそうです。榊原留美さんはストーカーの行為に精神を病み、お酒を飲む毎日から抜け出せなかったことも告白しています。一度目の結婚の時に実家住まいだった理由もストーカー被害から身を守る行動だったようです。またストーカーの存在が離婚のきっかけになったことも明かしていました。榊原留美さんには次のような珍エピソードがあります。ウルトラヒーローの中でも最も悲惨な運命をたどったのが、帰ってきたウルトラマンに出演した榊原留美さんだと言われています。ウルトラマンを精神的に追い込もうとするナックル星人に捕まった上、車で引きずられて死亡するという悲劇に見舞われる役を演じました。実際には榊原留美さんが別のドラマに出演することになったため、スケジュールを確保することが難しくなっての降板劇であったそうです。ただ今思えば殺さずとも他の退場方法があったのではないかと関係者の間で言われているそうです。現在でもテレビや映画などに出演し俳優として活躍されている榊原留美さん、テレビ番組でプライベートを紹介した時、その私生活が少し変わっていると話題になりました。現在では鈴木純一さんをサポートしながら娘の松下めぐみさんと愛犬と暮らしているそうです。松下めぐみさんが高校卒業の頃に母親である榊原留美さんが再婚し、アメリカのロサンゼルスに移住しました。この当時松下めぐみさんは母親に捨てられたと思っていたことを語っています。長年親子の中にあった溝も埋まり、現在では仲良し親子として話題になっています。榊原留美さんと松下めぐみさんの間を取り持っているのが愛犬ジュピターです。愛犬ジュピターはジュピとの愛称で呼ばれています。愛犬ジュピの可愛さを多くの人に知ってほしいと毎日チラシを50枚配っているそうです。また榊原留美さんと松下めぐみさんの食生活も愛犬ジュピがメインであり、人間は残り物で済ませていると驚きのエピソードも披露しました。榊原留美さんは偏りすぎな食生活から骨粗鬆症であることを明かしています。いかがだったでしょうか。今回は榊原留美さんのこれまでの経歴や私生活について深掘りしてきました。榊原留美さんは
幼少期からモデル、俳優として活動し、現在までの長い期間芸能界で活躍してきました。2度の結婚と1度の離婚、交通事故やストーカー被害など、人生がまるでジェットコースターのような毎日であったことでしょう。現在でも数多くのドラマ、映画、舞台など幅広く活動しており、活躍し続けています。これからの榊原留美さんのさらなる活躍が期待されています。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。